ショックやったら話聞いてくれへんな。あのさ、バケットってあるやん、バケット。あの何、帽子のバケットっていうんかな、あのなんかこう、あのこうハットみたいな帽子あるやんか、わかる？で俺あれが欲しくて、セリーヌっていうちょっとこう、みんな若者がちょっと結構着てるようなあのブランドのね、バケットがあったんですよ。バケットハットね、うん、で、あ、買おうと思ってお姉さんに、ちょっとあのこれ試着していいですかって、あ、全然いいですよって言われて、お姉さんに、あ、ありがとうございますって、バケットかぶろうとして、入らんかったけどなあ、俺もうさ、それバケット入らんかった時さ、俺さもう店員もなんかこうってなってで俺、え、これもう少し大きいサイズないですかって聞いたら、いや、バケットはもうサイズ一つしかないんですよ、一応これフリーなんですけどって言われて、ちょっともう一回だけいいですかって言って、もう一回だけ買うと、もうここで止まんのよ、もうここでバケットがで、すいません、また今度来ますってバリ恥ずかったわあれ。いや俺さ、ここでかいんよ、俺ここダルビッシュさんよりもここでかいんですよ俺。あのダルさんに帽子のサイズなんぼですかって言われて、俺60センチなんですよね、帽子ニューエラで言うと 60.6 なんですよ、ニューエラで言うと。ほんなら俺とカラティーニよりでかくて草って言われたの、ダルさんに。ならヘルメットも苦労したやろ。いや、それがね、なんかね、ヘルメットは、あ、そうや、ヘルメットも俺サイズ O ですわ多分ね。俺ね、昔ねめっちゃここ小さかったけど、多分ね大人になりにつれて頭良くなってきてるんよ俺、めっちゃ今で頭良くなりすぎて頭でかくなってきて、多分この辺が脳みそが、だから自然と頭もこう圧迫されてでかくなっていってるっていうね、多分頭が良くなりすぎてるよね。